はい。それでは、空間における平面の方程式について説明します。空間における平面は、平面における直線と同様に、通る一点 P と方線ベクトル、すなわちその平面に垂直なベクトルによって定まります。したがって平面の方程式は、平面上の点を X として、X、X-P ととと線ベクトル N とが直交すす。るという条件によって表されますこれを式で書くとこのように nx-p の内積イコール0となるわけですねこれを内積の性質を使って nxn と x の内積イコール n と p の内積と変形して成分で表すと考えると n を abc と置くと <laughs> そして k を np とするとこの式は平面の方程式 ax+by+cz=k を表すことになるわけですね。つまり空間における平面の方程式というのは平面における直線の方程式の自然な拡張の形になっています。 直線において1つの一次方程式で定まる集合は直線であり空間において1つの一次方程式で定まる集合は平面であるということも分かります。